僕、カルル。僕の住む古い町の真ん中には不思議な高い塔が立っているんだ。町では誰もが自分の好きなことを一つ見つけてそれになるんだよ。僕は一体何になろうかな。ある日、塔のてっぺんにある鐘が突然鳴らなくなったんだ。鐘が鳴らないと時間がわからなくてみんなとっても困っちゃうんだ。不思議な塔に登って鐘つきの時盛じいさんに会いに行ってみよう。不思議な塔のてっぺんには何があるのかな。カルルと不思議な塔、好評発売中だよ。